こんにちは、翔太です。今回はですね、魔法置少女の今後についてですね、妄想トークをやっていきたいなというふうに思います。放置少女なんですけど、まあちょっとだけですけど、私なんか刺繍が心配です。個人的に、心配でちょっとこのような動画をですね上げさせていただきました。まあどこが心配かっていうと、まあ昨日ですね、まあディスコードの方でですね発表されましたけど、まあ今後ですね、まあちょっと半年分一気にですね、月ギフが購入できるようになるっていうのがあったかなというふうに思います。これがですねちょっと個人的には少し心配だなというふうに思っていて、まあ、何が心配かっていうと、これ解釈2通りできるんですよ。まあ、月ギフトですね、継続購入期間を期限切れ3日前から累積で最大6ヶ月分購入できるように変更っていうふうにあるんですけど、まあ、これですね、まあ、少なくとも半年は放置少女刺繍しませんよっていう見方だと思ってます。さすがにそっちだなというふうには思っているんですけど、まあ、少なくとも半年は持つだろうと、というかまあ刺繍する場合は半年前に言ってくれるんだろうというふうにですね、まあ半年も半年間分、まあ、実質サブスクですよね、買って、もらうっていうところになりますので、これ、この対応に関しては、まあ、少なくとも6ヶ月は、まあ、6ヶ月後はですね、まあ、放置少女を維持しといてもらわないと、6ヶ月分買ったのに3ヶ月で終了しましたってなるとだいぶ炎上するかなと思いますので、まあ、個人的にはまあ半年は差しないんだろうなというふうには思っているんですけど、別の見方もできて、いやまあそれは間違ってないかなと思ってるんですけど、半年間ですね、半年間っていうか半年分の売り上げをとりあえず早く欲しいと、もう目先の利益がとりあえず欲しいっていう風な見方もできちゃうっていうか、そっちなん、まあ、それも結構あるんじゃないかなという風に思っています。まあこれが、まあ、なんか特大のイベントをやりたいからとりあえず、いや月寄付ってあんまり課金してない人でも課金してるじゃないですか、おそらく。まあ何か一つ課金しようっていうので、まあ、月寄付だけ課金して遊んでいる方っていうのも結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私も、まあ、私はそうでもないか、月ギフは絶対課金するようにしていて、まあ、月ギフが、まあ、1000円ぐらいで課金するのであれば経験値も上がるし、毎日原本をもらえるし、まあ、いろいろ無料の特典とかもあったりしておすすめっていうところで、月ギフは毎月課金しますわっていう人結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それですね、半年分一気に購入することができるようになるというところで、まあ、できればちょっと割安にしてほしいなと、5000円で6ヶ月分とかにしてほしいなと思いますけど、まあ、多分6ヶ月分なんじゃないかなというふうには、まあ、思いますけど、まあ、多少、まあ、どうだろうね、まあ、6000円ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんですが、まあ、普段ですね、まあ、廃課金の方ってもう青天井ではないと思いますけど、まあ、青天井で課金、まあ、無備課金目線で言うともう青天井で課金してるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、無備課金の方も、まあ、月ギフならっていう、まあ、半年分先に課金するかっていう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、一時的に売り上げは上がるんじゃないかなというふうに思います。まあ、キャラクターへの課金っていうのはなかなか1万円とか2万円とかの課金っていうのはなかなかですね、売り上げには反映されにくいというか、それができる方っていうのは少ないので、あんまり売り上げに反映できされないかなと思うんですけど、まあ、月ギフっていうか、まあ、結構お得な課金イベントに関してはですね、結構皆さん買いやすいかなというふうに思うので、まあ、160円ぐらいならいいかみたいな感覚で、結構買われる方いらっしゃるかなと思いますので、まあ普段1万円課金するとかではなく、お得な課金を続けていく方、まあ、私もその類のキャラじゃない、人物、人間ではあるんですけど、まあ、一時的に、まあ、資金は確保できるんじゃないかなと思います、運営さん的には。で、そこからどうなるかですよね。まあ、なんか特大イベントやってくれるんならいいんですけど、なんか5月末にはいろいろやりますよっていうのは言ってるんで、まあ、それに向けての、まあ、集金なのかもしれないですけど、まあ、ちょっと、まあ、それが、なんかお金が足りなくて、こういったことをやっているのか、まあ、ただただユーザーの、まあ、利便性を上げるために、まあ、
まあ我々ももう3日前だと、まあもともとは当日しか課金できなかったんで、結構忘れてる時間っていうのが絶対生じていたんですけど、まあ3日前に課金できるようになって、まあそのミスっていうのもかなり減っていた中での半年分購入できますようなんで、まあまあもう半年分も購入できたら逆に忘れそうですけどね。しかもメールで来るって書いてあったような気がするんで、メールで来るようになるとなおさら残り何日とか見なくなると思うんで、まあちょっと余計忘れんじゃねっていう、まあ、不安も若干ありますけど、まあっていうところで、まあちょっと目先のお金がないからやってるパターンだとちょっと、まあ私全然経営とか全然わからないんで適当な話をしてるんで、まあ聞き流してもらえばいいんですけど、ちょっと心配だなというふうには、まあ個人的にはちょっと思っちゃいました。あのこういったですね、ちょっと目先の利益を追い求めるパターンで、ちょっと私ですね、過去にあったんですよ、そういったことが。キングダムハーツのユニオンクロスっていうゲームをですね、私昔やっていたんですけど、それをやっていた時にですね、差集が発表される直前でですね、とんでもないキャラクターが実装されたんですよ。まあ、それはキャラクターだったんですけど、それを取るためには、なんか限定、メダルだったかな、まあ、限定キャラを何体必要だったっけな、なんか12体ぐらいの限定キャラクターを確保しないと、そのぶっ壊れキャラクター1体を取ることができないみたいな感じだったんで、これはやばいっていうので、まあ、しかもなんかもう今までのキャラクターとはもう明らかにもう格が違いすぎて、なんかとんでもないぶっ壊れキャラクターとして実装されてですね、でそれがですね、いざ取れるってなったら差集ですよ。はぁってなりましたよね、正直。これに関しては、ってなりました。で、まあ、ちょっとそういったところで、差集直前のゲームってもしかして、そういった集金あるのかなって、若干思ってはいるんで、もしかしたらなんかそういったことないかなって、まあ、若干不安になったので、ちょっと今回の動画を上げさせていただきました。まあ、月ギフぐらいなら関係ないと思いますけどね、なんかぶっ壊れキャラクターとかだって、このキャラクター取らないともう何も、今までの既存のキャラクターなんて全員ワンパンで倒していくぜみたいな感じのキャラクターが来ないか、そのレベルのキャラクターが来たんですけど、その時は。そんなキャラクターが来ない限りはよっぽど大丈夫かなと思いますけど、まあ、まあ、少なくとも半年は大丈夫だろうというメッセージだというふうに、まあ、私は思っておきますし、まあ、もちろん来年も再来年も放置少女には続いてほしいなと思っておりますので、まあ、今後もですね、無事やっていっていただきたいなというふうに思っています。で、まあ、ちょっとですね、まあ、あとそれに、つながる話にはなるんですけど、まあ、放置少女ですね、7周年を得て売り上げどうだったのっていうところなんですけど、7周年ですね、3.93 億ゴールド、まあ、ちょっとこのゴールドは円ではないので、まあ、相対評価で、他の月に比べてどうなのっていうところで見ていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、こちらのサイトに関してはちょっと概要欄に貼らせていただこうかなというふうに思うんですが、まあ、2024年の3月って 3.93 億らしくて、あんまりですよね。1月の方がなんなら高いし、2月とも大差ないしっていう感じで、思いのほか売上としては伸びてないです。で、じゃあ昔はどうだったのかっていうと、帰国しの年ですねに関しては、まあ1年を通して、まあ1月やっぱり高めですけど、3月ですね、がまあ2番目に高い月っていうところで、まあしかも 5.11 億っていうところで、まあ去年よりですね、かなりガクッと、まあ、落ちているんじゃないかなと思います。その前はまあやっぱり8月が高くて 8.18 億というふうになっておりまして、まあもう1年、でもこの辺ってあまり周年感なかったけど、てか高いな全体的に、まあ、9.84 億っていうところで、まあ、やっぱり3月って結構高くなりやすい傾向があるんですけど、まあ、今回の2024年かに関しては、まあ、3.93 億っていうところで、まあまあ、これまでの傾向を見ると、まあ、これが高い基準になるかなと思うので、まあ、もう今年この先もう4を超えることってあんまりないんじゃないかなというふうに思うと、まあ、もう4月もですね、半分終わったっていうところで、まあ、これも倍になっても 3.4 ですよねっていうところで、まあ、ちょっと売り上げも今年は落ちそうな感じがするので、まあ、ちょっとそういったところで、
まあ、ちょっと4月の注目ポイントとしましては、まあ、月ギフですね、の半年分課金でちょっといきなりバコンと増える可能性はあるんですけど、4月に関してはそこから先の半年ですよね、5月6月7月8月9月10月、まあ、結局毎月分買って6ヶ月先のを毎月買っていくことになるような気がするんで、まあ、結局安定した収入にはなるかもしれないんですけど、まあ一旦あの4月に関しては月ギフで、いっぱい課金できるようになった分がバコンと上がる可能性はありますね。まあちょっとここに毎日のグラフとかもあるんで、まあちょっと明日に関してはですね、ちょっと注目して見ておこうかなというふうに思うんですけど、まあこれ青色が、まあ、先月になりますけど、先月に関してはまあ7周年やっていたっていうところと、オーディンがやってきたのが16日かな、ちょっと今パッと調べますけど、オーディンがやってきたのは、いやもっと早いか、15日かにオーディンがやってきたっていうところで、やっぱオーディンですね。オーディンがまあ来てからいきなり課金額がバコンと伸びているのは確認できるので、まあ強いキャラクターが来てもまあ課金額は伸びると思いますし、まあ多分月ギフでもっとガクンといくんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあちょっと一時的には売り上げ上がるんじゃないかなというふうには思っています。まあそれがちょっとどうつながるのかっていうところは、まあ今後の楽しみにしておこうかなというふうに思いますけど、まあちょっとただ放置少女に関してはですね、あんまりイベントをやらないことで経費削減しているタイプになりますので、まあこれも私の予想ではありますけど、まあまあ今年差収なんてことはないかなと思いますけど、まあちょっと少しですね過去の私の経験も含めて少し不安になったので、ちょっと今回動画にさせていただきました。まあ、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。まあ、あくまで、予想になりますので、まあ、皆さんがどう思うのかっていうところとかもですね、教えていただけると嬉しいです。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。